こんにちは伊藤上一です今日のディファイは,は Decentralized Fi De Fi De Finance という言葉の略でディ centralized というのは非中央集権、まあ、分散型とかとも言われるんだけども 例えば、銀行の場合は銀行があって、そこに預金をして、で、預金をされたお金をまた貸し出したりして、あと、証券会社だったら、証券を売りたい人と買いたい人をつないだり、自分たちが買ってまた売ったりして、そしてその売買を成立するっていうので、金融って基本的に真ん中に組織があって、その組織、まあ会社だったりするんだけどその会社が国に管理されて、規制されて、その法律に基づいて動くのが、あの、今までの金融のメインだったんですけども、 DeFi の場合は、会社の代わりに DAO っていうまブロックチェーン上のま会社みたいなもので,で、会社の株主の代わりに DAO のトークンの持ち主、これもあの暗号通貨なんですけども、その暗号通貨を持っている人たちが、例えばユニスワップみたいな DeFi のサービスのま運営者と株主になるんですよね。例えばユニスワップなんかは、例えば Ethereum のトークンとあの他のトークンを交換する あの、機能、サービスを提供してるんだけども、昔だったら、あの、例えば証券会社だったら、あの、これを買ってこれを売ったり、あの、マーケットメーカーで、この、あの、売りたい、買いたい人たちの、あの、マッチングとかは、まあ、人が、会社の社員としてやってたんだけども、その代わりにアルゴリズムがあるわけですよね。だから、みんながそこにいろんな自分のお財布をつないで、その人たちが売ったり買ったりするのを、全部アルゴリズムで行われていて、で、会社の代わりに DAO があるので、 あのどこかにあのその会社が登録しなくても,もうブロックチェーン上で存在しているので法的組織がないものも多くてしかもそのあの株主もいないしあの社員みたいな人もいないものもあるので,でそういうわけでなかなか規制しづらいそしてその個人も全部透明性が高くてで個人も全部そこに参加できるというようなあのまあプロトコールと言われてるんですけどもこういう方式があのネット上で。 あの行われていてだからまあある考え方でするとそのあのソフトウェアでできた完全に分散型のプロトコルが証券会社とか銀行の代わりをやっているのが、まあ、一つの DeFi のアプリケーションです DeFi というコンセプトの中では DEX って言っていて Decentralized Exchange が多分一番有名でこれの中でも一番有名なのは多分 Uniswap なんだけれども彼らは例えば ETH を入れてビットコインを あのもらえるっていうこういうトークの交換がメインなんだけれどもこのトークの交換は普通の株とかあの通貨だと会社がまあ間に入って銀行とかがやってるんだけどもこれはあのアルゴリズムをやってるんですねで AMM っていうんですけどもでそれはあのイー h とかビットコインを預金するプロセスがあってこれリクリティプライダっていうんだけどもそれでイー h とあの例えばビットコインがたくさんた塊としてあってそうするとあの あの売りたい人買いたい人っていいいい人人買うのがいつでも入れるそうするとあんまり一方的にこう動くと値段はずれていくのでそのずれた値段をまた戻すために逆張りをする人たちがそこにまた入れるのでだからいろんな投資家のインセンティブとこのリクディティープロバイルっていうような預金みたいなプロセスによって今まで手動でやってるものが全部ネットワーク上で自動にできちゃうっていう、まあ、あのイノベーションによってこの DEX っていうのがすごく伸びていて、まあ、DeFi の DEX の中に 今、預金金されてる金額、今ちょっとあのクリプトは下がってるんで、全体的に下がってるんですけども、多分80兆円以上で、で一番大きいユニスワップだけでもあの、今までで100兆以上の決済が行われてるんで、結構、まあ、大きくはなってきてるっていうので、多分これからどん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 伸びていくと思います。 d f i は規制できないからいろんなイノベーション起きるし透明性高いから、まあ、いろんな学びもできるんだけれどもただやっぱり規制されてないしまだ本当に実験的なプロトコルが多いのでまだけどなんかいろいろこうリスクを想像して規制を作ってその規制の中で作るっていうやり方ともうちょっとインターネットっぽく新しいものをやってみて攻撃されて落ちてそれから学んでまた それ同じ死に方しないっていうので、進化していくような考え方が DeFi には多いので、規制はしなきゃいけないところは出てくると思うんだけども、ただ DeFi とか、これもインターネットっぽいんだけども、アルゴリズムとか構造で規制しなくても管理できるようなまあイノベーションっていうのはたくさんあると思うので、それがみんなで開発されてる。よく僕も使う例で、スパムなんかは規制でスパムをやめさせようとしてた時代があるんですね、スパムが多かった時でやっぱり認証の仕方とか スパムフィルターとかいろんなあの人工知能とか使ってスパムっていうのはなくなったのでだから民間の技術とかストラクチャーで直せるものは直してで後でそれで直せないものを規制であのブロックするっていうのが多分 DeFi 側の考え方で,で多分国側はこの実験の時でも消費者保護ができてないじゃん被害者は出るじゃんっていう言い方で国としてはこれはまずいから最初から規制をちゃんとしなきゃいけないっていう気持ちもありながらあの DeFi の人たちは多少は最初損してもそれでどんどん早く強くなっていくのでいいじゃんっていう,こうちょっと根本的に考え方の違いはあると思うのでただそもそも DeFi って規制しづらいんですよねで今回 SEC がユニスワップラボっていうところのインベスティゲーションをしていてちょっとユニスワップラボの構造を説明するとユニスワップそのものは完全に DAO 型でみんなトークンの持ち主があの管理してる あの会社じゃない組織がユニスワップやってるんだけどもそもそもユニスワップを設計して作ったのがこのユニスワップラボっていう会社なんですよねでこの会社はこの DAO のトークンはまあまあ持ってるし技術的影響力かなりあるしでこの DAO が儲かるとこの人たちも儲かるっていう構造になってるのでだからそういう意味で言うといやあなたたちはこの DAO のコントロールを厳密には持ってないけれども間接的に持ってるじゃん 実は儲かってるじゃんっていうので、だから本当に DeFi って DeFi なのかどうかっていうのは、まあ、僕のとこに元いた SEC のトップでゲリー・ゲンソルはいつもつっついてるんですよね。だからなんかこう DeFi って完全に分散型って言われても、でもそこである程度主導権を持っている人たちいるじゃんっていうふうに思っているのは、これは規制しようとしている国の側の。 あの論理でで DeFi 側はいやちゃんと僕らは考えたけれども最終的にみんなにオープンにしてるじゃんっていう,う DeFi 側の意見ともあってだから多分ここで、まあ、規制する側規制される側の争いこれからどんどん、まあ、注目していくべき分野だと思います。暗号資産のいろんな規制をすると日本法人があるとこだけが規制されちゃうっていう結果も出ちゃうので DeFi があるっていう前提で ローカルの規制を考えていくっていうのはすごく重要なのでだから DeFi はなかなか規制できないただできないものがあるのでどうやって日本をやるかっていうことを考えなきゃいけなくてでそれを理解するためには実際に勉強して使わなきゃいけないと思うんですねただ金融庁の中にも DeFi のことをものすごくよく分かっている人たちもいますし僕よりもよく分かっている人たちもたくさんいるので理解はできていると思うのでその理解をいろんなあのやっぱりオピニオンリーダーとか国の中で 議論しながら、まあ、こういうランドスケープの中でどういうふうに規制するかっていうのがまずあの第一歩そしてその DeFi 自身も、まあ、DeFi と関連している会社をどうやって規制するかしないかっていうのもあると思うんで,でこれ DeFi だけじゃなくていろんな Web3 の会社は日本法人があって海外でトークン発行するとかっていうプロセスはたくさんあると思うんだけどもやっぱり絶対日本でやってほしくないものってあるかもしれないけどもなんか そもそも論の話、だからこういうルールがあるからダメっていうのは、なんかちょっと考え直すべきで、なんでこのルールがあるんだっけと。DeFi に置き換えると、そのそもそも論がまだ有効かどうかっていう議論がすごく重要で、だから例えば消費者保護だと、ここで規制して消費者保護できないんだったら、こういう消費者保護の方法あるかなとか、例えば消費者のエデュケーションをどうやってやるかとか、消費者保護っていうそもそも論のところの視点から、どうやって、 あの守ってあげるかっていうのをまあ規制とかエデュケーションとかその周りのいろんなインターフェースの部分とかをあのまあ蓄えていくっていうことを考えなきゃいけないのでだから規制っていうスティックだけで全部直そうとするんじゃなくてエコシステムと一緒にやっていくでそういう意味で規制できないかもしれないけれどもコミュニティに行って話はできるわけなのでだから例えば DeFi とか DeX の,の管理者たちも彼らも 業界として伸びたいしあのみんなに信用されたいしみんなに愛されたいんでだから日本でちゃんとあなたたちもビジネスしたいんだったらこういうしきたりを守ればもっともっとやりやすいよっていうようなもう少しこう止めるっていう感覚よりもこういうことすると応援してあげるよっていう意味でちょっとポジションを変えるっていうことも重要かなと思います。ステーボーコインってってていいううのののはは普通通暗号貨 為替があってあのビットコインと円の為替っていうのがあってビットコインの価格って変動するんだけれどもステーブルコインっていうのはドルとか円と同じ値段で常に売買されるだからそういう意味で言うとその DeFi の,のシステムとか技術は全部使えるけれどもこの価格変動のリスクがないのですごく便利だからよくベンチャー投資なんかは今はあのドルのステーブルコインであのくれっていうんですねそうすると僕のお財布からあの彼らの財布にピッて あのコンピューータ上で送って間に銀行が入らないそうするといろんな銀行だとあの手続きとか手間がかかるのがすごく省かれるのであのとてもこう銀行なしでもベンチャーが立ち上げられるっていうすごくあの面白い効果があるんだけどもただそのステーブルコインが変動をなくすための方法ってたくさんあって、まあ、一番あの安心なのは例えば USDC っていうのはあの実際にドルの預金があってでそ,のそれの預金と 同じ数のトークンを発行しているので、で、で、Circle っていう会社に自分の USDC 持っていくと、ドルに交換してもらえるっていうのでま、まさに本当のドルの裏付けされたトークンなので、これ結構安,安定する。ただ、そのビジネスモデルって結構難しくて、で最近やっぱり増えてきているのは、アルゴリズムックステーブルコインっていって、一つのアルゴリズム持って、まあ、中央銀行みたいに、レザーブにいろんなトークンとか持って、 そしで、その通貨発行された通貨があのあの変動するんだけどもその変動をあの止めるためにいろんなアルゴリズムを使うっていうのがアルゴリズムステーブルコインで,で最近ルーナーとかテラーが爆発したっていうのは何かっていうとこっち側に株みたいなトークンがあってこっち側にステーブルコインっていうのがあってその自分たちのコミュニティの株みたいなのがこのステーブルコインの担保になっていてでここの間で行ったり来たりする。 そうすると、ステーブルコインはあの安定するあの決済のためのコインで,で、こっちの,あの株みたいなコインがどっちかっていうと投資家向けのコインで,で、アルゴリズムを使ってその通貨の要素と、決済の要素とあの担保と投資の要素を分けるっていう、結構頭いいアルゴリズムだったんだけども、全体的に下がっちゃうと両方とも下がっちゃって、このスタビリティが切れちゃう。そうすると暴落するっていう結果があって、 でこれでかなりいろんな人がお金を損しちゃったんですけども、ただ一方、これがとっても DeFi 的なんだけど、あなるほどね、こういう構造はそもそもダメなんだねって学んで、でまた新しいアルゴリズミックステーブルコインを作る人たち、すごくまたたくさん増えてきちゃってるので、だからそういうので懲りない Web3、Web DeFi 屋さんと、やっぱりダメじゃんっていう、まあ、普通の保守的な人たちのこの文化のギャップってすごくあの凄まじいと思います。た、まあ、多分もちろん当たり前なんだけど、一番安定してるのは、 ドドルル建ててのの担保がドルのコインにつながにっていてで次は結構安定してるあのクリプト例えばビットコインとかが担保になってる。でその次が結構アルゴリズムを使ってあんまり担保がない形でステイブライズしていてでこれがどれがどっちかっていうのは まあ、検索して調べることもできるし、まあ、プロの人に聞くっていうのが多分一番重要でちょっと僕のアドバイスでステーブルコイン買わないでほしいですあのちゃんと自分で勉強して理解した上で使ってほしいと思います今はニーズが高いのでスワップだとか一部その預金をしてその預金に持ってあのリターンがもらえるっていうどっちかっていうと投資家目線のプロダクトが多いんですけれどもあのこの間番組に出てもらってセガっていうあの会社をやってる あのアリサさんなんかは結構 Structured p r o d u c t っていってすごく複雑なあの金融商品をこう組み立てることもできるんですごくリスクが低いのとかこういうようなあの戦略の金融商品だとかこういうことが起きたらこういうことになるとか結構今プロの投資家しかできないようなあの、まあ、バックアップとか安全の部分だとかあのこういうすごく面白い形の,あの投資をするっていうのも DeFi に出てくるのと。 今だと証券会社で口座作るのすごい大変だし時間もかかるしそして銀行口座も持たないといろんなとこできないし世界中にいろんな投資のチャンスがあるのに普通の人は参加できないでそれはもちろん消費者保護の視点でやっちゃダメじゃんっていう,こう立場もあるんだけどもただ一部の人はやっぱりそれってアンフェアでお金持ちしかいい投資ができないっていう結果も出てきてるのでだから結構今ベンチャーキャピタリストに対して批判されてるのは ある程度、お金持ってる人しかベンチャー投資ってしちゃいけないっていう法律が日本とかアメリカにもあるんだけども、でもそうするとすごいいい投資には普通の人が参加できない。だからやっぱり消費者保護の裏面には、あのお金持ちしか参加できない金融業界っていうのがあるので、でこういうのがもっともっと普通の人たちにアベイラブルになる。で、そうすると何が起きるかっていうと、その消費者はでも保護しなきゃいけないよねと。だからその消費者保護っていう、こうちょっとあの、なんだ、上から目線の国の立場は、 すごくいいと思う人とやっぱりそ,そんなのはアンフェアだと思う人たちがいるので,で DeFi はもう嫌でもなかなか保護はしづらくなってくるのでそういう消費者保護するツールだとか消費者保護のための教育だとかそういうのがどん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 マーケットから出てくるんじゃないかなっていう気がするだから多分短期的には犯罪も増えるしスキャンも増えるしあの損する人も増えるのでやっぱり使うのにはみんな気をつけてほしいと思うんだけども 中長期的にはすごい多様なあの普通の人たちもあの投資ができたりあの決済ができたりあとはあの今まであの一緒におこビジネスを行えない人とビジネスができるような世界になってくると思うのでこれは僕は必ずしいいっていうふうには思ってないけども技術はこういう方向に動いてるのでそういう方向に僕らもあの気持ちとか理解を合わせていかないと まあ置いていかれちゃうしリスクだけ受けてベネフィット受けられないっていう世の中になっちゃうのでだから DeFi が僕はいいっていう点じゃなくて DeFi は今ハプニングなのでそのハプニングの世界の中でまあ僕らの法律とか考え方とかビジネスのやり方をどうするかっていうふうに考えなきゃいけないなと思いますはい皆さんがいかがでしたか今回結構難しいトピックなので説明するのも大変だったんですけどもぜひ コメントの中でいろんな質問してくださいできる限り答えますそれとその質問に対してもう一回ビデオを作りたいと思いますのでよろしくお願いしますそれじゃあ